ピレネー山脈とは、ユーラシア大陸西端部のイベリア半島の付け根付近をほぼ東西方向に走る、長さ約 430km の終極山脈である。地形図ピレネー山脈は、地質学的にはアルプス山脈よりも古い時代の地層からできている。古生代から中生代にかけて、海底の比較的浅い場所に堆積してできた地層が、 特に古代三期シ子宮ごろの大陸移動に伴う圧力の影響を受けて隆起や終局を起こしたことによってピレネー山脈の原型が形成されたと考えられている。その後、降雨や流水などによる侵食などの影響などを受けて現在のピレネー山脈の形状になったとされる。こうしてできた現在のピレネー山脈の山体を構成する主な岩石は 河口岩であるものの、山脈の西部の周辺部には、石灰岩なども見られる。ピレネー山脈は、イベリア半島の付け根付近をほぼ約4 3 0トルにわたって連なっている。東西方向に長く、その幅は、定義にもよるものの、約1 0 0トルである。自然地理学的に、ピレネー山脈は、西部、中央部、東部という3つの部分に分けることができる。 地中海岸から西アジアや南アジアを通って東南アジアに至るアルプスヒマラや作くり山帯の一部を成している。ピレネー山脈の最西端は標高905メートルのラルーヌミネであるとされる。ピレネー西部はカンタブリア山脈に属するバスク山脈の東端部に接しており、ビスケー湾から東に向かうにつれて徐々に標高を増加させる。ピレネー中央部は ソンポルト峠からアランダニに向かって伸びており、ピレネー西部は1000メートル級のなだらかな山地であるのに、対して、中央部は2000メートル3000メートル級の山が多い。アンドラ広国から西に、約100キロメートル付近が最も急瞬であり、山脈最高峰のアネト3、第2位のポセッツボン、第3位のモンペルデュなどのようなピークを含んでいる。 中央部には3000メートル級の山が10方以上散在しており、山麓にはいくつものスキー場が営業している。ピレネー東部ではピークの標高が2回寄っており、地中海沿岸から約50キロメートルの場所までは2000メートル級の山が見られる。ピレネー西部は大西洋沿岸から山脈まで比較的距離があるのに対してピレネー東部は 地中海沿岸まで山脈が迫っており、東端部のアルベラ山地で標高が一気に落ちる。ピレネー山脈は、フランス、スペイン、アンドラ公国の3カ国にまたがっている。スペイン領は、東から西に、ジローナ県、バルセロナ県、リエイダ県、ウエスカ県、ナバーラ州、ギプスコア県がある。フランス領は、東から西に、ピレネーオリアンタル県、オード県、アリエージュ県、 オートイコールガロンヌ県、オートイコールピレネー県、ピレネーアトランティック県があり、オートイコールピレネー県とピレネーアトランティック県は、ピレネー国立公園に含まれている。アンドラ公国は、スパニッシュピレネーとフレンチピレネーに挟まれた、ピレネー山が脈東部にある。ピクデューミディ周辺の牧草地に放牧されている、牛のブロンドダキテーヌッシュピレネー地域は、 民族学、民族学、歴史学的に多様である。アンドラ、アラゴン、アリエージュ、バスク、ベアルン、カタルーニャ、ナバーラ、ルシオンなどの地域に分かれており、かつては、アルモガバルスやスペイン辺境領という区分もあった。ピレネー山脈付近に伝わる伝説として、クマのコジャンがある。ピレネー山脈付近で作られた犬種に、グレート、ピレニーズがある。 この地域で話されている主要な言語は、スペイン語、フランス語、アラゴン語、カタルーニャ語、バスク語である。その他には、オック語が話されている。記述のように、ピレネー山脈は、ユーラシア大陸西端部に存在する山脈である。しかし、例えば、ナポレオニッセイなどが、ピレネーの向こうは、アフリカと述べたように、ヨーロッパとイベリア半島とを分ける山脈であるという。 考え方も存在する。そして、この山脈には、現在でも、フランスとスペインとの国境線が走っていたり、山脈中央部やや東寄りには、ミニ国家のアンドラ公国が存在しているように、今も、境界として機能している。また、8世紀から11世紀にかけても、ヨーロッパへのイスラム教徒侵入を阻止する、防壁としても機能した。 ルルドの泉で有名な巡礼地のルルドは、ピレネー山脈が作っている、分水嶺から 50km ほど北の谷間に、形成された町である。また、この山脈を越える峠として、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路で知られる、イバニエタ峠や、ソンポルト峠が存在する。地球の衛星である月にも、同盟の山脈が存在する。これは、 地球のピレネー山脈にちなんで命名された地名である。月のピレネー山脈の場所は、月が常に地球の方を向けている側に存在する静かな海の南で、視力が十分であれば、肉眼でも確認できる。ピレネー山脈では、南北の斜面で、ウィンタースポーツが盛んであり、アルペンスキーや冬山登山などが行われている。夏季にはアスリートが、高地トレーニングをするのに、 格好の場であり、ロードバイクや、クロスカントリーなどが行われる。夏季と秋季のピレネー山脈では、7月のツールド、フランスと9月のブエルター・エスパーニャという、2つの自転車ロードレース大会の開催地の一部分となる。ピレネー山脈の峠を越えるステージには、2大会で、計数十万人の観客が集まる。3本の長距離遊歩道が、 ピレネー山脈に沿って設置されている。フランス領の北斜面にはグレーン10が、スペイン領の南斜面にはグレーン11が、さらには各ピークを結ぶピレネー高地遊歩道が、両線に沿って公表高地に設置されている。この3本以外にもピレネー全体に登山道や遊歩道が数多く存在する。ピレネー山脈では、ピレナと呼ばれる犬ぞり競争が開催されている。 ボイタウイリゾートゴーレッテラモンギエモンペルデュピクデュミディ、オッソーとゲンタウコ。ありがとうございます。